どう東京コンパス急ぐ、どうぞ。はい、今日は錦糸町駅に来ました。錦糸町珍しい、こんな大都市に、ね、大都市か、大都市ですよ、錦糸町なんて。ヨドバシカメラあるんですから東宝シネマもあるんですから。お前な、はい、めちゃくちゃ大都市やんな。あんまり来たことないんだけど、はい、錦糸町駅に行こうってあんまならんけど、そうやな、月見たら結構新宿とか渋谷と同じ匂いするよ。そうっすよ、あの浅草ら辺の都市みたいな感じのイメージで。それはじゃあ今日も行きますか。はい、行きましょう。それではレッツゴー。本日は墨田区の錦糸町駅に来ました。錦糸町駅周辺には大型商業施設や映画館、飲食店などがたくさんあり、墨田区の中でもとても人気タウンになっています。また3路線使え、交通のアクセスも良く、とても便利な街になっています。そんな錦糸町駅周辺で今日も男3人ぶらりたり、美味しいチキンを食べたり、ラーメンを食べたり、競馬をしたり楽しんでます。ぜひ最後まで見てください。はい、ということで北口か、はい、北口出てきましたけども、めちゃくちゃ真正面にすごいよ、スカイツリーがめちゃくちゃ綺麗に見える。大スカイツリー、街と街の間にちゃんと一本ボーン立ってるね。これすごい綺麗だね。なんか今日さ割と天気悪いけどさ、やっぱこんだけ近くだとさすごい見えるね。スカイツリーってなんつうんだろうな、ある程度の距離から見るとめっちゃ綺麗ですよ。夜になると多分あれなんじゃない、めっちゃ綺麗なんじゃない。綺麗綺麗綺麗。最近だとクリスマスカラーやってたかな、あそこ前、ちょっと前まで。スカイツリーの上は行ったことないけど、地下とか1階とかも俺ら行ったことあるよ、撮影。あるあるある、ね、あの空町だっけ、うんうん、この前6時ぐらいに並びに来ました、空町に。え、なんで福袋。いや、エーペックスのグッズ買いに行きました。あエーペックスか、はい。錦糸町来たことある、みんな。いや、ほんまに初めて。映画見にだけ。錦糸町にわざわざ映画見に来た。そう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 、新宿じゃなくて。なんかそこでしかやってなかったんですよね、吹き替えとかが。あー、はい、なるほどね。なるほど。てかこのまますぐ行ったらもうスカイツリー着くじゃん。いや、スカイツリー行きたいっすね。これ、そんな距離ないで。1キロぐらいなんじゃん。いや、1キロもないんじゃない。1キロもないか。いやいや、これあれです、あの近く見える現象なんで。あ、でかい。でかいからか。めっちゃ遠いっす、多分。確かに、そうかそうか。めっちゃ遠いやろ。なんか100メートルぐらい先の感覚だもん。こんだけ近くあったから5キロぐらいあるじゃないですか、ね、うん、お、なんか今流行りの韓国チキンですか。はい、トラキッチン。トラキッチン、やっぱどこにでもあるもんですね、今ね。あれね、トラキッチンね、うん、トラキッチンさん、チキン美味しそうだね、やっぱ。韓国チキン見つけたら食べなきゃいけないルールあるんで。そんなルールあったっけ。ありますあります。そんなルールあったっけ。自販機と韓国チキンやんなきゃいけない。同じか、はい、なるほど。いやでも間違いなく美味しいからな、うん、そうですね。じゃあちょっと買って食べますか。はい、はいはい、はい、ということで錦糸町駅から徒歩2分のトラサンキッチンさんに訪れました。こちらで韓国チキンのチェダーチーズチキンを購入しました。じゃあ買ってきました。はい、めちゃくちゃいい匂いするね。ね、チーズのいい匂い。チーズの、じゃあいただきます。うめ、うま、うん、チェダーチーズだからスナック菓子とかで馴染みありますよね、この味ね、うん、うめ、ちょっと甘くて、うん、ご飯食いたくなる、うん、どんな、餃子みたいな。餃子ポテト。これあの、あれ、あの、餅。あ、餅か。餅なんや。トッポギだね。うん、トッポギ。トッポギや。トッポギうまい。うまいっすね。これビール飲みたくなるな。うん。チャミするな。チャミするみたいな。でもやっぱビール、炭酸、炭酸系カーっていきたい。それか、コーラ。コーラだね。うん。うまい、うまい。うまい。はい、ということで今反対口の南口の方に来ました。はい、ちょっとね、あのこっからは私のちょっとプライベートのねお願いがあるんですけども。プライベートお願い。はい、今日ね日曜日なんですよ。はい、今錦糸町なんですよ。はい、あ、分かった。はいはい、何でしょう。映画。あー、惜しい惜しい惜しい。リーダー何かある。日曜日錦糸町。日曜日錦糸町、はい、何やろ。相撲。あー、惜しい。
競馬です。あ競馬ね。あの錦糸町にねウィンズって言って場外馬券場があるんですよ。はい、あ完全なる私のもう私欲です。はい、競馬がしたい。いやでも俺も久しぶりにしたいよ正直。うん、これから競馬するわけですか。じゃだからちょっと今からそのウィンズ場外馬券場行って、はい、馬券買って競馬しましょうよ。やった競馬新聞と赤ペン買ってきて。そうね、ガチでやるからね。近くにねウィンズがあるから、はい、そちらまで行きましょう。はい、はいはい、ということですいません、ウィンズ錦糸町店、はい、ここで馬券を買うと。そうあのね今ねなんかまあ普通だったらねモニターとかで見れるんだけど、はいはいはい、もう馬券だけしか買えないから、おだからとりあえず馬券だけ買ってまた別で結果見ましょう。お本来は競馬場へ行かれん人がここでモニター見ながらバーってやるところ。そうだけど今ちょっとねモニターが見れなくなってるから。なるほどね。いやいいじゃないですか、世の中は馬ブームですからね。そうそう馬娘とかね、はい、馬娘の俺の好きなキャラクター全部死んでるって阿部氏に言われてショック受けてます。いや全部じゃない。ゴルシとか生きてるから。まず中入りましょう。はいはい、はい、ということで駅から徒歩3分のウィンズ錦糸町に来ました。こちらで3人で馬券を購入するみたいです。はい、ということでね、はい、私たちが買うレースは、はい、中山のメインレース、おアメリカンジョッキークラブカップ。おー、なるほど。あー、なるほどね。これ走る人たち、うん、走る馬、走る馬ちゃんとね、これこれ、そうそうそう、これがないとね、この競馬セット買いましたよ。しょうちゃんは競馬セットを買うという。一番人気が、まあ、2倍ぐらいかな。ポタジェも2倍。ポタジェが2番人気。これが、前走とかの結果。前走1着、前走3着とか。なるほど、うん、めっちゃ詳しく乗ってるんですね。そうそう、いやこれないと無理じゃないですか多分。こういうの見ないとね、うん、はい、ということで皆さん決まりましたでしょうか。はい、あとね1時間後ぐらいに発送しますんで。はい、いや奥深すぎる。そうですね、これ面白いな。なんだかんだ30分ぐらい今悩んでたよ、これ。マジですか。うん、これもう競馬新聞見ながら。もうねもうこんなメモが、そうそう、おっさんしっかり競馬分かってる人と来るのが面白いよね、やっぱり。そうですね、分かんないからね、自分だけだと。やっぱ俺はね、穴馬っていうのがやっぱ好きみたいで、ラストドラフト単勝、14.6 倍に2000円とかかけるかな。オーソックレース単勝でかけようと思ってんけど、いろいろ聞いた結果、俺3番人気のキング・オブ・コージに副賞で2000円かけようかな。行くね。ということでじゃあ早速ちょっと馬券買いましょうか。はい、買いましょう。はい、はい、ということで無事馬券購入しました。はい、はい、それぞれ何買ったかだけ、はい、紹介しましょうよ。私は、穴馬と噂のラストドラフト、はい、単勝1000円、はい、あと副賞1000円です。おお、いいですね。単勝当たれば14点何倍か、まあ今の倍率は、ね、はい、なるほどね、はい、1万4000円になるかかもしれない。じゃあリーダー、僕はこちらのキングオブコージに副賞2000円かけました。おお、いいですね。コージ、そうコージ、これがもしまあこのキングオブコージが3位以内になると約まあ3倍ぐらい前後、6000円ぐらいになるという、はい、まあ現時点でね。はい、はい、で私が、まあ、一番人気の大速レースから5813のワイドと馬タンを買いました。で一応馬タンが各300円でワイドは各1000円で3900円。もうやってるかけ方やな。俺には分からん。何も分からんけど、はい、ということでまあまだね40分ぐらいあるから、はい、発送まで、はいはい、でその間にちょっと飯でもよし、はい、食いに行ってから、食い終わってからレース見ましょう。はい、カツ丼かな。カツ丼やな。じゃあちょっと飯屋探しに行きましょうか。はいはい、ということで今からねご飯食べるところこちらでございます。はい、ハッスルラーメン。ハッスルラーメン、これすごくない？この外観が面白いよね。お相撲さんと野球選手、当たるか当たらんかの前やから、そうここで力をつけて、うん、ちょっと縁起いいっすよ。俺が生まれた年にできましたこのお店。あら、そう、はい、平成6年。平成6年めっちゃいいよ。いやいいっすね、景気いいっすね。景気いいわ。はい、まず腹ごさえしましょうか。はいはい、はいはい、ということで本日のご飯は錦糸町駅から徒歩2分のハッスルラーメン本間さんです。一村が注文したのはパクチーラーメンとランチセット、翔ちゃんが注文したのは辛つけ麺のランチセット、阿部ちゃんが注文したのは野菜ラーメンのランチセットです。いただきます。いただきます。うん、うん、
味噌のセミナー。珍しい。確かにパクチーはパクチーとスタミナ系が合うね。パクチー豚骨ラーメン、すごいあっさりやわ。美味しい。ほんまや。俺のラストドラフトを東幹久さんが番組で予想したらしくて、東幹久さんの予想すると当たんないですけど、みんなだから終わったって。いやでも競馬が何が起こるかわからんもんな。ロザトラインについて100円は安いですね。やっぱ高くよ。うまい。よし、はい、ということでご飯を食べて、はい、現在15時50分もう終わりましたレース、はい、私のこのスマホでレース見れるから、はい、もう結果出てると、うん、これがねもう紙くずになるのか金になるのか金になるのか、うん、じゃあ見ますか。はい、ギャンブル的なことをするときは平常心ですよ負けてもいいっていう、まあな、そうだね、楽しめればいい。じゃあ皆さん始まりますから、はい、頑張れ。ラストドラフト一応全員かけてる馬違う。そうそう、俺は1番、はいはいはい、俺1、どこ10番、あそこか。 IKK ラストドラフト、スタートしました。コースタートは7番のダンビライト。うわ1めっちゃ遅れてるよ。いや、そういうあれなんじゃないの、多分。あ、でもいい場所取ってるじゃないですか。こちらが出ていきました。そして7番のダンビライト並んで坂を上がります。いいね、いいね。1、今ベベやで。いやいや、ベベではない。溜めてんじゃないですか。10番のソッサスプレー、そして6番のポタシ、どこにいる。人格投資やったらどこにいる。並んで中断です。拍手に送られて各馬1コーナーに向かいます。ラストドラフトはいいとこにいる。11番、キングオブコージ。ラストドラフトどこにいた。真ん中らへんですね。1番のキングオブコージ、おしまいから2投目。今1コーナー回っていきました。今378、キングオブコージは後ろから2番目、3712492。俺の馬ここにいるわ。さあさあさあ来るよ。何周もう、もうすぐ、もう残り800。マジで残り半分。早っ。あったんで7、12、3。キングオブコージほんま頼むって。もう動いてるよ今、だいぶだいぶ動いてるよ。今から行かないと。あ、1番めっちゃ来てるよ。あ、来ましたね。頼む。めっちゃ来てるよ、外回してるよ。10番も、10番もうちここにいるね。あ、いいね、いいね。いいとこにいる。ずっと外から14番、あ、いい、大速レース、いいよ。大速レース来てる。前、ここに前、誰もいない。さあ、ラスト直線いけ。ラストドラフト、ラストにかけろ。キングオブコージ、ラストにかけろ。コージ、コージどこや。あ、コージ外から出てきてる。やばい、11番コージ。え、コージ来た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 。一着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 だからダメだ、ダメ。いいいいの、いいの、これコージ三勝利かけてたら俺。もっと言ってたよ。もっと言ってたら。うわぁ終わったじゃん、リーダー。やったぁ、うそ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 う、嬉しい。ちょっと待って、あの、全然俺はもうダメだった。俺もダメだったね、多分。え、すごかったね。もう、大外回して。そう、初めもうずっと、外、あの、一番後方から2位をキープしてて。そうよな。で、最後の残り 800m でダーンってもう。ね、まあちょっと、じゃあもう、確定多分してると思うから、配当オッズ。配当オッズが順位だけ、じゃあ発表するわ。はい、とりあえず、はい、1着1番キングオブコージ、はい、2着14番マイネルファンロン、3着9番ボッケリーニ。あー、これいくらになるんですか、副賞で。で、副賞 3.5倍だから7000円。おー、おめでとう。5000円勝ちおめでとう。いやなんか泣きそう、嬉しいな。俺と翔ちゃんはただの紙くずになりました。紙くずになっちゃった。これはちょっと嬉しすぎるな。え、てかすごくない。え、だって前も一緒に行った時さ、そうそうそう、なんかギャンブル強いんじゃないか日頃しないからじゃないですか、うん、そうやな、ギャンブル運が多分残ってるんやと思う。よかったな、2000円でも行って。いやー、めちゃくちゃ嬉しいわ。そうやな、1000円かけてたらな、大したことなかったけど、うん、2000円かけててよかったわ。いや、じゃあちょっと換金しに行きましょうよ。行きましょう。はい、はい、
はい、じゃあリーダー払い戻していきましたよ。オッケー、ちょっとやり方面白い。これをもう入れるだけ。あ、違う違う、ここここここ。あ、ここか。ここに入れるだけ。さあさあさあ。7000円。さあさあさあ。7000円でございます。おめでとう、5000勝ち。はい、はい、ということで、はい、リーダーおめでとうございます。おめでとうございます。今めちゃんこ嬉しいです。ハマりそうです。ぜひぜひハマってください。給料全ツッコミしてください。いや面白いわ競馬。面白いよな、パターンと面白くないですね。そうやな、結局そうよ。そうそうそう、勝たないと面白くない。俺はおとなしく馬娘やってます。はい、ということで、まあ、今日は錦糸町でした。はい、まあ、またね、ちょっと日曜日とか土曜日とかで撮影があるときはぜひ行きましょうよ。はい、こういう時期が終わったら本当の競馬場に行って。そうだね、またやりたいな。はい、はい、ということで、まあ、錦糸町すごい楽しかったです。楽しかったです。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございます。それでチャンネル登録よろしくお願いします。はい。